します。です。アンナさんたくさん見れる。いっぱい配信してるからいっぱい見えますか ね。40分でまたね作りきらない可能性がありますよね。これもうまた完成写真見せる感じになりそうですけど、肉じゃが、肉じゃが、肉じゃがだけじゃ寂しいので、まあ、お味噌汁は今朝のが残ってるでしょ。肉じゃがだけは寂しいので何作ろうかなと思って、なんかツナとピーマンの無限ピーマンみたいなやつと、まあ、サラダは作れたら作って、あとはタラのレモンバター風味のホイル焼きを作ろうと思います。こんな本格的に料理多分40分で絶対足りないんですけどそう、すっごいたくさん作ろうとしてます。間に合うのかそうだけど絶対間に合わない、まあ、多分作ったやつはこちらになりそうですが、本気のご飯、本気の本気のです。間に合わない気しかしないよね。写真は載せます。写真載せてください。ちょっと今のところコメント2配信ごめんなさい、コメント2配信で、あ、お米とぎ苦手。私あれだよね、結構短めに、あと何分残ってるんだろう配信。45分までいけたりするのかな。お米がこぼれてる音めっちゃするな。お米ってさ結局、あ、こぼれた。何回研ぐのが正解なんだろう。透明になってきたら、よし、もういいでしょう。
あ、軽くする程度でいいんだ。めっちゃやっちゃった。はい、3研ぎすぎるのも良くないか。よし、それではごめんなさい、画面からなくなって。まず肉じゃがを作っていきたいと思います。え、肉じゃがってさ、豚バラ？みんなは豚バラで作る？じゃがー、豚バラ？人参。こちらも今日は黒豚を使います。豚肉です。あと白滝も買いました。白滝さんはどこかな、どこに詰まったかな。白滝使います。3つ。我が家の肉じゃがとは、え、肉じゃがってそんな種類あるの。3つ。カレー粉じゃないです。え、わかる。肉じゃがに入ってる白滝がいっちゃう。肉じゃがの、でもじゃがも好きなんだよね。じゃが4つ、なんかちっちゃいじゃがいも、めっちゃ4つにしとこう、ちっこいから。人参ももちろん入れます。剥いていきます。人参は嫌いでも入れます。食べてください、ちゃんとわがまま言わないで食べてください。ここの配信45分でもいいかな。25
5分枠のとこも全部30分で計算してたんですね。45でもいける気がするな。それか夜の配信はちょっと早くから始めるか。白滝を使用します。剥きにくいし、ピーラーで剥いてます。逆に何？包丁で剥くの？もっと大変そう。包丁の、包丁の方が楽なんですか？すごいプロじゃん。来ればよかった。次、人参切ります。皮むきします。大きい人参、玉ねぎはありますよ。あるんだけどね、半分しか少なめになっちゃった。すごい玉ねぎも大好きなのに、肉じゃが1個あると思ったら半分しかなかった。じゃがいもと人参、玉ねぎもあります。も切っていきます。具材を切っていきます。みんなのお家はどうやって作るんだ？炒めないのかな、野菜。なんか曲がってる、まな板が。そう、私もとりあえず炒めて。人参が人参がすってんころりんした。人参を切っていきます。玉ねぎも切っていきます。
いい音だね。料理って感じ。はい、具材切れました。じゃあこちらの具材をオリーブオイルを敷いた鍋に入れていきたいと思います。オリーブオイル、オリーブオイル、サラダ油使わないんですよね。オリーブオイルでも全然和風に仕上がります。多分そんな気にしたことがない。炒めていきたいと思います。そう、オリーブオイルが体にいいって聞くので、今私は肉じゃがを作っております。タイミングは最後か。腹減っちゃう。確かにこの配信はお腹空くね。ちょっと炒めながらピーマンを切っていきたいと思います。ちなみに肉じゃがにはピーマン入れない、入れないで、そしたらきちんとロビーする。ピーマンを切っていきます。煮込むときにお肉で蓋するんだっけ。
みんなはどうしてますか？入れます。一緒に炒めていきます。眠くなるこの音。私もお腹空いためっちゃ。お肉を炒めています。そしてピーマンを耐熱ボウルに入れます。料理の料理見たいよね。見せたいよ私も。耐熱ボウルに入れて、ごま油とピーラーを入れます。ごま油が大体大さじ1ぐらいで、ピーラーはまあそうなんですけど、小さじ1ぐらいかな。小さじ1ちょいぐらい。ちょいぐらい。で、サランラップをして、チンしていきます。肉じゃが作ってます。で、もう一品、タラのホイル焼きを なぜタラにしたかというと、タラがですね、なんと 20% オフでした安いと思って急遽メニューにタラを入れました。すぐ立ってる。
あ、豚肉に火通ってきた。豚肉に、じゃあ野菜とか豚肉に火が通ってきたので、お水を入れて煮込んでいきます。じゃあ、ここにお水入れます。煮込みます。白だしだけなんだ。それも美味しそう。私は普通の肉じゃが。料理酒も入れます。醤油、普通に醤油料理酒とか普通ですね。至って普通の肉じゃが。まあ、とりあえず肉じゃがはもう放置で、続いてタラを塩もみします。白滝も入れるのか。今肉じゃがに白滝、塩を振ってキッチンペーパーで水分を取ります。卵でクックさんよくやる。そうなの。塩もみ、今何時？まだ平気？時間。30分？私手際よ。手際よい。7時からお米炊き始めてる。ここにタラを入れます。で、キノコとしめじとえのきを入れたい。しめじはどこだ。しめじあったね。しめじ、今日はちょっと
たんでカットキノコを買ってしまいました。お許しを。でバター、味付けはもうシンプル、バターレモン塩コショウなんですけど、まずねくっつきやすいのでバターをアルミに塗ってからタラをのせる。これポイントですね。くっついちゃうのでね。バターを乗せてレモン、レモン冷凍しちゃったので、アク取ります。ね、忙しいね料理って。はい、でアク取ります。はい、アク取りました。はい、レモンを乗せます。何品作るの。今は予定では一汁三菜、45分までにします。ここの回今急いでる、時間内に完成できるようになんとか急いではいるんですけど、じゃあ厳しいかな。いや厳しいな、本当に煮込む時間があるから厳しいな。でももうあとは煮込むだけぐらいまでねやりたいね。で、えのきとしめじを、えのき、ピーマンは今電子レンジが終わりましたので、あとはもう盛り付けですね。味付けも終わってるので、トマトは盛りだくさんの美味しいから一本入れちゃおう。見た目は後で考えてみる。はい、でレモンを入れて、レモンとレモンと塩コショウ、できた。ホイル焼き、これを火にかけていきます。はい、かけていきます。蓋をして
てもうあとは出来上がるの待つだけです。あとは肉じゃが煮込んで、丸焼きしたことないけど、そう、蓋して蒸すみたいな感じイメージ。もうこれでほぼ完成。あとは煮込むの待って、タラも焼けるの待って、しらたきはこれから入れます。ちょっと待って、今何分？まだ40分なってないよ。こんなに可愛くてこんなに良いって良い、マジで。やったー、ありがとう。天才。37分、ありがとう。そろそろ入れるか。今は食べるか。うん、今は食べるかも。何しようとしたんだっけ。白滝を入れようとしたんだ。白滝、あ、違う、ピーマンにツナ入れるの忘れてた。ピーマンにツナ入れないと。ピーマンにツナ入れます。忘れてた。なんか足りないなって思った。今入れるの忘れてた。ほぼできましたよ。これは。今日4、いいじゃん。この回45分に。これに味はつけた塩コショウ。塩コショウとごまとかつお節のせて完成です。そう、ピーマンにシーチキン、美味しくない？こんな感じ。ここにごまと鰹節で、あとはもう盛るだけです。ひたしの完成。そして肉じゃがも今ここだけ、こんな感じです。しらたき入れなきゃ。ちょっとお湯多いかな。はい、こんな感じです。白滝入れます。え、やばい、美味しそう。お腹すいた。はい、白滝入れました。引き続き煮込みます。そうだよ、7時から始めたお米も炊いて、肉じゃが、これ焼きピーマン、あ、サラダも作りたいよ。サラダ、いや待って、もう配信の時間もあるか。1分でサラダできるかな。サラダも
全部食べれるのね。食べれるかどうかは別として今作ってるよね。ほら映えを狙ってるからさ、今明日の朝も食べれる。そういうこと、そういうことです。味が染み込んで美味しいから。はい、そんな感じですかね。とりあえず配信はこんぐらいで10人を見ましたね。ということで皆さん、無事サラダとピーマン、無限ピーマンからのホイル焼き肉じゃが完成、ほぼ完成です。ツイッター、続報はツイッターお待ちください。めっちゃ、ちなみに今のところ超美味しそう。じゃあまた後ほど、11時半からミュージックブラッド、11時から絶対見てください。ご飯が炊けました。見てください。じゃあ順位を見たいと思います。20位ゆうきさん、19位ありますさん、18位山町さん、17位湘南の傍観者さん、16位ねるさん、15位もとさん、10位風月もなあとかつなさん、13位かずまこさん、12位ゆきちゃん手際よすぎてんさん、やったー、ありがとう。11位まさと、手元が見たい。そうだよね、すいません。いつかなんかどこかのタイミングなんかスタジオとかでね、記念配信でやるときとかねやりたいですね。10位じっちゃんさん、9位ヤッシーさん、8位かなちんさん、7位ゴットライトさん、6位みちれまおさん、5位とてねこさん、4位あいあいさん、3位ひぴちゃん、2位クリリカ、朝は彼女館、夜は嫁館で100点満点、やった、ありがとう。1位があんくんさん、そして55位もなちゃん枠がともちゃんさんでした。ありがとうございました。配信見てくださった皆さん、ありがとうございました。では次は23時からミュージックブラッド見ていただいて、23時半から、感想会をやりたいと思います。それではまたね、ありがとう。